皆さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、マリサだぜ。2024年4月28日、ここはおなじみ、JR 阪和線の天王寺駅。今の時刻は、朝の5時を過ぎたくらいね。いや、朝の5時過ぎって。いくらなんでも早すぎやしないか？こんな時間から、一体何に乗って、どこへ向かうつもりなんだよ。これから乗車していくのは、こちら。天王寺5時11分発の。普通和歌山駅を終点まで乗り通してみるわ。この列車、早朝時間帯を走るんだけど、なんとややこしいちょっと特殊な罠が存在してるらしいのよ。ほう、今回は早朝時間帯を走る和歌山駅の普通列車を乗り通すのか。私も朝から和歌山方面を目指す時とかにこの列車にお世話になることがあるぜ。でもこの普通にあるちょっと特殊な罠って一体何だったっけ？どうやら、今回乗る列車、すぐに発車してしまうみたいだから。詳しい解説は、出発してからってことにするわ。まずは、5時11分、天王寺を発車。ここから、終点の和歌山まで、およそ1時間30分くらいね。まあ、和歌山まで普通列車で行くとなると、それぐらいはかかるよな。さて、今回私たちが乗車しているのは、天王寺5時11分発の、普通和歌山駅。普通列車だから、この先、終点の和歌山まで各駅に止まっていくわ。実はこの列車、走る時間的にわかるかもだけど、阪和線の下り始発列車でもあるの。天王寺の阪和線ホームを一番早く出る列車だよな。阪和線では、大鳥からやってきた始発の普通列車を折り返して、和歌山駅の始発列車にするから、実は上りの方が始発が早いんだぜ。そんな話をしてたら、天王寺から6分、鶴ヶ丘に到着。普段はこの駅で、快速列車の待機とかをするんだけど、まだ朝早い時間帯だからか、この列車の場合、待機などはないみたいだな。続いて天王寺から8分、長井に到着。そして5時20分、長井を発車。この列車の到着とともに、長井駅の下り線の営業が始まるんだぜ。朝早くから和歌山方面へ向かいたいときは、このタイミングで乗車するんだよな。天王寺から12分、杉本町に到着。この駅でも、普段なら待避などがあるけど、やっぱり早い時間だから、それもなくて、すぐに発車するみたいだぜ。まあ、朝5時台となると、まだ快速列車などの運転も、少ないものよね。天王寺から23分、上野芝に到着。ここも待避が可能な駅なんだけど、まだ後続の快速列車も来ていないから、待避はなく、到着してすぐの発車みたいだな。天王寺から27分で、大鳥に到着。ずっと先着で走ってきたから、いつもよりは時間がかからなかったんだぜ。この大鳥で、天王寺を14分後に発車した。関空快速の始発列車と接続することになるわ。ここまで来て、ようやく速達列車と接続、および待避を行うことになるのか。でも実は、さっき私が言った、特殊な罠っていうものは、この関空快速が、大きく関係してきたりするのよね。え？この関空快速が、その例の罠なのか？そう。詳しくは車内に戻ってから、説明するわね。そうか、わかったぜ。ただいま閉まっているドアでも、ホーム側のドア、すべて開く場合がございます。5時44分、大鳥を発車。この列車はこの先、引き続き和歌山まで各駅に停まっていくんだけど、なんと、和歌山まで、先の到着となるの。普通列車なのに、和歌山まで先着なのか。ということは、和歌山まで、終時快速にすら抜かれないってことだな。
てここで、さっき私が言ってた、この列車のちょっと特殊な罠について、軽く解説してみるわね。今回、正直それが一番気になってたんだ。ちょっと教えてほしいんだぜ。今私たちが乗っている、この和歌山駅の普通列車は、さっき、大鳥で、関空快速と接続したわよね。ああ、そうだったな。関空快速って、快速列車だから、泉府中や東岸和田へは先の到着となるの。まあ、そりゃそうだ。しかし、あの列車は、関空快速だから、和歌山方面へは行かないわけよ。でも、姫野とかまで先に行けば、先行の普通列車に乗れたりするんじゃないか？それが、どれだけ快速で先に行っても、先行列車との接続はなくて、結局、この普通列車を待つことになるってわけなのよ。ということは、姫野から先、泉砂川、和歌山方面へは、この普通列車に乗り続けた方が良いってことなのか。つまり、そういうことよ。うわぁ、そりゃ初見なら引っかかりそうなトリックだな。さて、そんな話をしてたら、天王寺から42分、泉府中に到着。この普通列車が、和歌山まで先着だから、もちろん待機とかはないみたいだぜ。続いて、天王寺から49分、時間はここで6時ちょうどとなって、東岸和田に到着。この時間帯は、まだ特急列車も、追いかけてきていないから。東岸和田でも、待避などはなく、すぐの発車になるみたいだな。天王寺から1時間1分、ようやく姫野に到着。普通列車なのに、1時間ほどで姫野まで来るなんて。さすが、本数の少ない早朝を走る始発列車なんだぜ。6時13分、姫野を発車。さっき大鳥で接続した関空快速で、いくら先に行っても、結局はこのタイミングで、この普通にまた乗り換えることになってたのよ。マジか。こりゃ、ややこしい話だよな。天王寺から1時間9分、泉砂川に到着。この時点で、始発の下り終時快速は、どのあたりにいるんだ？この6時20分時点で、始発の終時快速は、どうやらまだ天王寺を出たあたりみたいね。そうなのか。そりゃこの普通列車が先着なのも、納得なんだぜ。6時26分、山中谷を発車。ここからは、和歌山県へ向けて、大きな峠を越えていくんだよな。長い峠越えを終えると、天王寺から1時間22分、紀伊に到着。ここまで来ると、和歌山に来たって感じがするよな。天王寺から1時間26分、武蔵田に到着。朝ラッシュの時間帯は、学生のお客さんなどで混み合うこの駅だけど、さすがにこんな早い時間だと、まだお客さんも少ないみたいだぜ。6時40分、紀伊中之島を発車。次はいよいよ終点の和歌山だな。天王寺から1時間32分、6時43分、終点の和歌山に到着。待機とかが少なかったのもあって、思ったよりあっという間だったな。
ここまで乗ってきた5107編成は、一旦回送列車として引き上げて、7時30分発の快速天王寺行きとして運転されるわ。始発普通の折り返しって、6連快速だったのか？と休日に限ってだけどそうなのよね。平日はこの列車が4両になるから。なるほど。それは知らなかったんだぜ。ということで今回は、阪和線の下り始発列車となる、天王寺を5時過ぎに出る、和歌山駅の普通を乗り通してみたわ。この列車、一見ごく普通の和歌山駅に見えるけど、実は大鳥で先行する快速に乗っても、和歌山までは先に行けないという、隠れた罠が存在しているの。快速に乗れば、この先の駅へ先行できるっていうイメージがあるけど、この列車の場合、どれだけ先に行っても、結局この普通を待つ必要があるから、慣れてない人は、ちょっと引っかかりやすい特殊な罠なのよね。今回は、阪和線の始発列車を、ついにじっくりご紹介してみたんだけど、常識をひっくり返す、まさかの罠には、正直驚いたんだぜ。早朝で、本数が少ない時間だからこそ、和歌山方面への移動に、一役買ってるみたいだな。今回ご紹介した、この和歌山駅の普通列車、天王寺からの始発列車というのもあって、非常に乗りづらいかもだけど、もし興味があったら、一度乗ってみてよね。先行列車がほとんど走っていないからこそ、大鳥居なんでは、普通列車なのに、結構飛ばしたりすることもあって、なかなか迫力のある走行を楽しめたりするから、おすすめだぜ。では、快速列車として発車していく5107編成を見送りながら締めることにしましょう。ああ、そうだな。ということで今回の動画はここまで。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価をお願いするんだぜ。最後まで見てくれてありがとうね。ありがとうな。